SP の関心事から、はい進められればなと思っておりますと。The Interests of Artisans、はい、本としてはこちら Please Understand Me 2、はい、カーシー博士、カーシー博士、はいはい、の SP から。学校では職人たちは通常芸術と工芸に向かい、人文学と科学から遠ざかると、うん、後になって仕事を探す際、一部は商業を学び、ビジネスや産業でかなり成功することがあると、うん、しかし SP 型の人々はめったに士気を高めることには関心を持たず、うん、道徳について心配することもなく、はい、技術に対して少し嫌悪感を持っていることすら、技術というのは、はい、多分この、テクノロジーの話だと思います、はいはいはい、仕事に行くと幸運なら彼らは道具設備を使い、それらと一緒に作業することを好むと、はい、隊長今一番何に興味があるんでしたっけ。何に興味がある、チャット GPT でしたっけ。あ、チャット GPT、 はい、多分この辺、はい、画像が読み込めるようになったんですよ。知らないんですけど、はい、あ、そうなんですか、はい、それ何に役立つんですか。画像を読み込めて、はい、なんか何でも答えてくれますよ。これ何って聞くと答えてくれたりします。でも今日、はい、日本人だったら京都ですって分かるわけじゃないですか、はい、京都って分からない写真をこれどこって言ったら京都ですって教えてくれる。やってないから分かんないですけど、はい、嘘はたまに僕の3点、僕 3.5 の人なんですけど、はいはい、嘘つくんですよね、まあ、間違えるって言った方が大事、はい、はい、嘘をつくって言い方が良くないですね、はいはい、まあ、間違いはあると思うんですよ。合ってますみたいな言い方で、はい、普通に間違ってるんですけど、はいはいはい、まあ、間違いはあると思います。 4.0 でもそれは起こり得る、起こり得る、起こり得るというか、まあ、意図が違うことはよくある。でもそれ確かめようがないんですよね。そんなことはないですよ。だって海外の写真入れて、はい、カッパドキアですって言われると、あ、はい、まあ、カッパドキアは他で調べれば分かるんでしょうけど、はい、それこそもっとマイナーな地名を挙げられると、はい、分からんだろうなと思って、まあ、ググればいいんじゃないですか。だったら最初からググるよみたいな。でも写真ググれないじゃないですか、マイナーな地名の写真で。なんとかですって言われたら、そのなんとかを検索したら、あ、合ってればそれで、あ、合ってる、なんかできる、はい、もうちょっと頑張れっていうのをいつもやってます、はい、これが本当だろうかっていうのをこう多分行ったり来たりしながら、僕が見る SP はこれです。はい、はい、でエデュケーショナルインタレストインアートクラフツ、芸術工芸への教育的な興味っていうのがあるんですけど、はい、学校ではアーティザン、職人たちは必要な技術を実践できる技術工芸に興味を持つ傾向があると、うん、SP 型の人はビジネス、特に事務関連の仕事、はい、もしあとは、人文学、科学を学ぶよう求められると鈍く見えたり退屈しているように見えるかもしれないと、うん、しかし彼らは芸術や工芸のいずれか実践する機会を与えると輝くのを見ることができると、はい、親や教師は SP 型の子どもたちに、ま、芸術に興味を持つ許可や機会をあまり与えようとしない、ま、おそらく今は学ぶ方が得するよっていうので、はいはいはい、なんか A とかそういうのに向かうと、はい、違う違うって親心が、はい、そうやって思うのはまあ分かりますよね、うん、これは常にそういう状況であったことを、ま、歴史家、歴史的にもそのイタリアルネッサンスの職人ベンベヌート・セリーニが思い出させてくれますと、はい、15歳の時私の父は意向に反してアントニオという人と金細工の仕事に就いた。彼は非常に優れた職人で性格もよく高潔で素直な人だった。父の他の見習いたちと同じように私に給料を支払わせませんでした。なぜならこの芸術の研究を自分の楽しみのために始めたからで、彼は父がですかね、私が描く絵を、私が描く趣味を存分に楽しむことを望んでいませんでした。彼は私が描く趣味を存分に楽しむことを望んでいました。私は喜んで従いました。そして私の誠実な師匠は私の作品に驚きました。何を言いたいんだろう。
まあ、その芸術絵を描くことを楽しむ人ってことですよね、はい、で彼はっていうのが、まあ、お父さんなのか。そうですね、すいません、はい、ちょっとこの辺が直訳すぎて、はい、まあ、そのお父さんはちゃんと望んだみたいな。そしたらその人はすごいやる気が出て、で先生も喜びましたみたいな話じゃないですか。隊長、絵とか好きでした？絵は好きじゃないです。技術とか？技術とか、まあ、多分パソコンが好きだったんですよ。ああ、なるほど、はい、機械が好き。だからまあ工芸、多分この時代の問題はあると思うんですけど、まあ、機械が好きでした。テレビ分解とかしてました。あ、それはない。あ、なるほど。そういう、うまく動かないみたいな時にテレビネジ外してみたいな。直せないですよ、小学生とか。はい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 。で、わかんないですけど、とりあえずネジ外してみてみたいな。あ、まあどうなってるかわかんないで、もう一回組み立てるみたいな。一旦隊長は大学の時に、はい、この事務関連の仕事に向かったわけじゃないですか。はい、それはそれはだから向いてないなと思ったので1年で辞めたみたいな話ですよね。初めはちょっと向いてるとは思った。うんと、まあ、得するかなと思った。得するかなと思った。あの親戚に、はい、まあ、税理士事務所の先生がいて。なるほど、はい、潤ってる。お前アート取りだって言われた。なるほど。 まあそこに入れば結構潤うなみたいなところから入ってるので。あ、じゃあもし、はい、そちら側に進んでればそういう道もあったわけですか。はい、そういう道もあったけど、で、まあ、何でも経験なく、はい、入るのもあれだから、ちょっと社会人経験を積んでこいみたいな感じで、その某企業の経理に入って、はいはい、やったけどこんな仕事向いてねえと思って違う方に行っちゃった。はい、って感じですね。はい、なるほど。後取りだったのにって。でもこの仕事は続けられないと思って、ずっと事務ですもんね。計算ですよ、ずっとひたすら電卓って。そうですね、その頃は本当に電票めくって、はい、あのオレンジ色の紙めくるやつつけて、はい、そう、こうつけてみたいな。でこうダダダダってやると絶対間違えるみたいな。なるほど、はい、SJ の仕事ですね。 SJ の仕事ですね。はい、はい、NF でもなんかそれはちょっとうーってなってきました今、うん、でその時にパソコンが導入されてきたので、もうパソコンに興味持ってみたいな。なるほど。でプロコンピードウィズテクニックス、技術に夢中があるんですけど、はい、アーティザン、職人たちは道徳や式についてはあまり心配せず、はい、技術、テクニックじゃなくて、はい、テクノロジーを考案することはほんの趣味にしか持ちませんと、はい、これは今申し言ったのは守護者、理想主義者、合理的な人々の関心事ですと、うん、しかし彼らは常に技術の獲得、これは、はい、多分テクニック、はい、に興味を持ち、うん、時にはそれに夢中になると、はい、SP の技術と NT の技術の違いについて言及すると、まあ、テクニックとテクノロジーの違いですね、はい、これは外見上似ていますが基本的には異なると、はい、両者はテックという語源から、そうですね、テクノロジーも、はいはい、テクニックも、はい、テックという語源から派生しており、効果的な構築に関心があるという点で共通しているが、それは完全に異なる方法で構築されていますと、うん、テクノロジーは方法の理論的な研究であり、テクニックは方法の経験的な完成ですと、うん、これ合ってますよね、はいはい、ここで職人たちは輝きます、はい、時間、エネルギー、苦労、危険、費用に関係なく、彼らは自分のテクニック、技術のレパートリーを完璧にする必要がありますと、はい、これは画家やアスリートに最もよく見られ、彼らは絵画、彫刻の技術、楽器演奏の技術、投げ、取ること、蹴ることの技術を習得するために自分の生涯を捧げますと、うん、サーファーなどがそのような感じです、うんうん、まあ、それは今やってる、はい、このチャット GPT、はい、まあ、その技術をどう使いこなすかに、やっぱ自分の経験ですもんね。もうこういうふうにやってみて、はい、あ、こういう結果が来るんだ、はい、じゃあこういうふうにやるとどうなるんだみたいなのをずっとやってるみたいな。でこういうのが来たらこういうふうにすればいいみたいなのを経験上覚えていくみたいな。だからこの僕のプログラミングとかもそんな感じで覚えてるみたいな。技術をなんか理論的に学んでなんかこういうのを作れるようになったっていうよりは、こういうのを作るには何がいいのかを調べて作れるようになってるみたいな。あ、じゃあ結構王道ではない感じかもしれない。はい、まあそういう人も結構いるのかなとは思いますよね。なるほど、はい、なんか学んでから作っていくのと、はい、
学びながら作っていくみたいな、目的が先にあるみたいな感じですよね。なるほど、はい、だから理屈を聞かれると答えられないことがあるみたいな感じですね。あ、でも使ってたみたいな、作れてるみたいな、はい、作れてるけど、はい、で彼らは、まあ、さっきサーフィンの話をしたんですけど、波を乗る技術を完璧にするために毎日数時間数年間を費やすと、その間その後多くの人がウィンドサーフィンに取り組み、サーフボードに帆を取り付けて波に向かって宙返りをする技術を開発することがあると。しかし SP の人の活動が何であろうとも、テクニックが最も重要ですと。大統領の演説の技術、ビジネスの、取引の技術、またはスキップローダーの土木作業の技術であっても、 SP 型の人々は技術の習熟がまるで火に惹かれるように引き寄せられますと。ああ、わかります。僕も本はスキルの本ばっかり買うみたいな、まあ、本の趣味は私とは合いません、はい、はい、小説とかほとんど買わないみたいな。そうですね、はいはい、三島があって言って響くわけないですよね、はい、ダサいがさーって、はい、いつもこんなこと言ってるんですよって、うん、だからスキルの本、マーケティングの本とかなんかそういうのばっかり買うみたいな、はい、はい、で漏れなく SP はジムが苦手な気がすると、まあ、細かいのは苦手なんですよ。あ、細かい手の作業は好きですけど、はい、数字とかは今 SP の人見てたら、はい、そういうとこ向かうと結構苦しいかもしれないよ、はい、はい、でボケーショナルインタレストインエクイプメント、設備に関する職業的な興味、このアーティザンたちはあらゆる種類の設備と一緒に作業することが幸せだと。機器道具機械らが彼らを魅了し、それは使うべきものであり、 SP 型の人々はそれらを操作せざるを得ませんと、まあ、操作したいんですね、はい、ブルドーザーを運転し飛行機を操縦し、うん、ボートを操縦し銃を撃ちクラクションを鳴らし、はいはい、メス筆を使わないといけないと、はい、何か設備に関して SP 型の人々は心に響くものにがあり、はい、それによって彼らはますます多くの技術を習得し、完璧にする効果を拡大し増幅し鮮明にしますと、はい、スタッズ・ターケルによる大型トラクターとセミトレーラーの運転席にいる興奮の様子を聞いてみてくださいと、うん、トラックに乗り込むとすぐにアドレナリンが湧いてきます、はい、スリルを求めるならそれに危険することもなく、ジェット機ですら鋼鉄のトラックに乗り込んで高速道路に出ることは比較にならないと、そのものの途中で事故なしに出られるはずがないと思うでしょう、何千台もの車とトラックがいて、あなたは狂ったようにシフトを切り替えブレーキとアクセルを踏み込んでいます、目的は交通に合わせて移動し、あなたの車輪の下に入ろうとする狂ったやつらを引かないようにすることですみたいなことが、はい、まあ、操縦が好きみたいな話ですかね。隊長も車の運転好き？車の運転は好きに。僕も好きなんですけど、はい、多分なんか理由が違うんでしょうね、はい、あ、だからハンドルこれぐらい回すとどれぐらいとか、あ、そんなこと考えない、ブレーキこれぐらいの強さで踏むと滑るとかっていうのは試したりします、はい、なるほど。僕も車の運転好きなんですけど、はい、うん、多分何かを考えれる空間が好きなんでしょうね。ああ、そういうことはもう運転のこと考えてますよ。でなんかあれぐらいの角度だったらこれぐらいかなとか、何を聞こう、なんか何かを聞きながらみたいなあ、そういうのは全くないですね。聞きながら運転してる俺みたいな、本当に運転してるって感じです僕いろいろ理由があるんですね、はい、はい、というこれが SP、はい、をなんか見ながら織田信長って SP だったんだろうなっていうのをちょっと、まあそうかもしれない、弓とか作りました僕。ああ、おさんどぶなはやっぱり銃を真っ先に持ちたいみたいなはい、はい、で自分で試し撃ちするとか、作りたいとか、あ、そうそうそう、はい、で作ってこいみたいな、はいはい、はい、